ARTS 磯崎は、茨城県水戸市にある現代美術を取り扱うギャラリー。2018年9月16日に、水戸市三の丸の国道5 5号沿いのビルの1階に、国内外の現代美術を中心に取り扱うコマーシャルギャラリーとしてオープン。水戸駅周辺のハイビルをリノベーションしたユニークなスペースであり、代表兼ディレクターを務めるのは、 トワダシ現代美術館のディレクションや数々の国際展、アートプロジェクトに関わってきた磯崎博や。ギャラリーのオープニングは、水戸市出身の天宮洋介による展覧会、あ、穴、あなた、A ホール、アンドユー。このオープニング展でシャッターに開けられた大きな穴は、現在もギャラリーのエントランスとなっている。水戸市出身のアーティストや、水戸市近郊を、 活動拠点にしているアーティストに特化した独自の企画展の他にも、業務提携しているスノーコンテンポラリーのセカンダリギャラリーとしての企画や展示も行っている。ARTS 磯崎外観、天宮陽介、あ、あな、あなた、陽介雨宮、A ホール、アンドユー2018ひたとずっきー、ラック2019伊藤九造、土の日だ、古書、 伊藤フォールズオブソイル2019ヒシャムアキラバルーチャヒーショムアキラバーウシャインフィニティ LP2019 竹内光太、盲目の爆弾コタ竹内ブリントボム20192019 2019年5月に北戸ズッキーが ARTS 磯崎での個展に合わせて水戸駅前の商業ビルの跡地に1050メートルの巨大なストリートアートを制作した作品のタイトルであるラックは 水戸黄門として知られる、水戸三国の苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし、という言葉から着想されている。作品の完成後、ARTS 磯崎で北とズッキーによる展覧会、楽が開催され、ギャラリー内展示と屋外のストリートアートが同時期に披露された。ストリートアーティストである神とサスによるアートユニットとして、 国内外で活動している人とズーッキーは2005年に水戸芸術館現代美術センターで開催された国内初のグラフィティを取り上げた企画展 X カラーグラフィティインジャパンの参加アーティストだった。水戸市出身の堀義人を中心とする地方創生プロジェクトとしてスタートした水戸ど真ん中再生プロジェクトの第7弾プロジェクト M アートとして制作された。 水戸市政施行130周年、水戸芸術館開館30周年を記念した民間のアートプロジェクトとして、クラウドファンディングによって、日本全国の184名の支援者から、目標額を超える379万円をの支援金を集めた。5月17日に開催されたミューラルの完成を記念したパーティーでは、茨城県知事、 大井川和彦らが出席し祝辞を送ったほか、X、カラー、グラフィティインジャパンのキュレーターである、久保田健二、水戸市出身のヒップホップグループランチタイムスピークスの m g だった5時、北戸ズッキーによるトークショーや地元 DJ や5時による音楽ライブなどのイベントが開催され大いに賑わった。この北戸ズッキーによるストリートアートは再開発予定地に描かれているため、 2020年以降の再開発事業の着工とともに取り壊される予定である。2 0 1 8 8 2 1ブ版美術手帳ミトに新たなアートスペース ARTS 磯崎が誕生。コケラ落としは天宮洋介店2 0 1 9ブ版美術手帳エクスビションスひたとずっきー個展ラック。ありがとうございます。